ゴリパラ県文録は、テレビ西日本で毎週土曜日0時55分1時25分に放送されている旅バラエティ番組。ゴリ県とパラシュート部隊の冠番組であり、番組名はゴリ県のゴリとパラシュート部隊のパラから撮っている。通称、ゴリパラ。街頭インタビューやメールで視聴者に行きたい場所を聞き、5つの候補から網田くじで、 目的地を決定する。目的地は日本全国が対象だが予算や天候の都合から九州地方などに限定する場合もある。以前は福岡県内が目的地となったケースはなかったが2020年以降は新型コロナウイルス感染症拡大の影響による福岡県への緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の発令や また出演者3名が、同年9月に、小川洋福岡県知事から、福岡ファンクラブアンバサダーに任命されたこともあり、2021年11月13日放送分まで、福岡県内で依頼者の願いを叶えながらその地区の魅力を伝える、福岡アンバサダーというコンセプトのロケ形式になっていた。 同月20日放送分からは再び目的地を九州及び山口県までに拡大。番組の構成としては、目的地まで実際に足を運び、依頼者の撮ってきて欲しい写真を撮影。その写真をメールでプレゼントする、行き当たりばったりの珍道中バラエティである。もともとは、テレ西の種の中で放送された、君の代わりにあの場所へという企画だったが、 番組タイトル、内容もその中で決定した。この回の出演者はゴリケンと斉藤の二人であり、長崎バイオパークを目的地に旅をした。ゴリパラケン文録としての初回放送は2009年10月17日で、今夜も万事会長。内の一コーナーだった。その後単独番組化やコーナー化を繰り返し現在に至る。一時は打ち切りの可能性もあったが、 三人の車中トークや、一魂、と呼ばれる飲み会で、弱い部分をさらけ出した姿が評判となり、徐々に人気を得るようになった。当初は、福岡ローカルの番組であったが、フジテレビ1での放送開始を皮切りに、各地の FNS 系列局や、独立局への放送が開始されるようになり、全国的な知名度を得るようになった。2017年7月15日の放送にて、 番組史上最高視聴率となる8.2%を記録した。旅の途中での出演者のやりとりを映した演出や、ローカル番組ながら、全国的な知名度を得るようになったことから、九州の、水曜どうでしょうと呼ばれることもあり、水曜どうでしょうとのコラボレーション企画もたびたび行われている。ただし、水曜どうでしょう、側で登場しているのは、藤村忠久。 嬉野の道の両ディレクターのみでタレント同士の共演は現時点では行われていない。出演者3人にスタッフ2人が同行し、計5人で旅を進める。目的地までの移動手段は主にミニバンなどの乗用車である。福岡から高速道路で約6から7時間で行ける範囲は自動車移動となり、それ以上は新幹線、飛行機移動となる。新幹線、 飛行機移動の場合も、主要の駅、空港に到着後はレンタカーを借りて、自動車移動する。乗用車移動の場合は主に斉藤が運転し、助手席には、ディレクターの富永、後部座席の運転席側に、ゴリケン、助手席側には矢野が、最後部座席には、プロデューサーの安倍が座る。2020年以降に放送された、福岡アンバサダーでは、 密を避けるため運転室ケバス移動となっていた。ミッションの視点となる、地点じゃんけんや、網濁事が行われる地点かつて、インタビューを行っていた、地点1回の旅を、前編、後編の2週に分けて放送しており、前編は1日目、後編は2日目と明確に分かれている。目的地が近ければ1日で終了できるが、出演者の、一泊したいという強い願望があるため、 一つのミッション完了後に近場のミッションの追加や目的地まで遠回りをするため日帰りの会はほとんどない。旅に出ている時にローソンでドラクエクジが開催されている場合斉藤は妻からレアな景品を当てるよう指示が出されるという。そこで旅の第二のミッションとして3人でポケットマネーからドラクエクジにトライすることになる。 斉藤の妻が所望する品を他のメンバーが当てた場合は骨肉の争いへと発展する。また、それ以外の景品は視聴者プレゼントになる。太字は2013年4月13日放送分冒頭で歴史を紹介された時の文章本番組は放送時間の変更と同時に番組の形態が大きく変わるため、便宜上、大記とそれぞれ記している。 すべて日本時間、金曜日深夜の放送。コーナーの場合は内放する番組の放送時間。番組内では、旅を進める出演者、同行スタッフを総称して、ゴリパラ一行と呼んでいる。本放送の放送日。第1から4期は、ゴリパラ見聞録ハッピーニューイヤー制放送 SP を、前に行われた視聴者アンケートより抜粋。第一期2009年2010年。 第2期2010年2011年第3期2011年2012年第4期2012年2013年第5期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2020年,2020年3月27日を英文までの目的地の都道府県別の一覧 特別編で行った場所の都道府県も含める。目的地一覧ゴリパラ県分録ザゴールデン2011年8月26日、テレス聖火のバラエティスペシャルとして午後7時から、ゴリパラ県分録ザゴールデンが放送された。ゴールデンタイムでの放送が急遽決定したため、特別予算が配分されることなく、制作費を前借りして、ロケが行われた。番組の最後には、 外と本での連載開始が発表された。また、同時間帯に、ユーストリームでゴリケン、矢野、斉藤の3人が本放送を、実況、解説する、ゴリパラ裏、生、見聞録ザゴールデンを放送していた。ゴリパラ見聞録再放送2012年4月から2013年3月まで、約1年前の、第3期の再放送を毎週土曜5時30分から、行っていた。 この頃は本放送と再放送が中4時間であったことから出演者がツイッター上で本放送とともに再放送の告知を同時に言っていたこともあった2013年元日の旅1時間 SP2013 年1月は当時内放していた番組これからの各コーナーが週替わりで1時間スペシャルを放送する月だったため1月18日に 本番組の新春1時間スペシャルが放送された。当番組初の1時間スペシャルであり、前、後編に分けずに2日間の旅を通しで放送された。その際本校が紹介された。出演者は番組内容の詳細な記載に感動していた。なお、パラシュート部隊がごケンより芸歴が上との記載があり、 そこは間違いであることを指摘していたため、修正されているものの、他に記載されていた文章に間違いはないと話していた。ゴリーパラ見文録ハッピーニューイヤー制放送 SP2014-2014 年1月1日0時45分4時に生放送された新春特番。主な内容は以下の通り。なお、2014年2月23日には、 フジテレビ1のローカルサンデーでも特集され、4月12日には、フジテレビ1で当特番が放送された。ゴリパラ見聞録緊急生、放送2014年11月21日24時50分25時20分に生放送された特番。主な内容は、以下の通り。 ゴリーパラ見聞録ハッピーニューイヤー制放送 SP20152015 年1月1日0時45分4時に生放送された新春特番。テレビ長崎でも同時ネット。主な内容は以下の通り。ゴリーパラ見聞録ハッピーニューイヤー制放送 SP20162016 年1月1日0時45分4時に生放送された新春特番。 テレビ長崎と鹿児島テレビでも同時ネットで放送された。主な内容は以下の通り。ゴリーパラ県聞録ハッピーニューイヤー制放送 SP20172017 年1月1日0時45分3時に生放送された新春特番。昨年に引き続きテレビ長崎と鹿児島テレビで同時ネットで放送された。 北部九州地区の視聴率は1.8%であった。そして、今回初めてのキーズを入れての生放送となった。主な内容は、以下の通り。ゴリーパラ県文録ハッピーニューイヤー制放送 SP20182018 年1月1日0時45分3時に、生放送された、新春特番。昨年に引き続き、テレビ長崎、鹿児島テレビでも、同時ネット。 また、今回は、東京 MX にでも放送。異例のフジテレビ系列外での同時ネットとなった。主な内容は、以下の通り。ゴリーパラ見文録ハッピーニューイヤー制放送 SP2019-2019 年1月1日に放送。昨年に引き続き、テレビ長崎と鹿児島テレビで、 同時ネットで放送された。また、同日19時から、富士テレビ1で、録画放送された。主な内容は、以下の通り。ゴリーパラ県文録ハッピーニューイヤー制放送 SP202020 年1月1日に放送を。昨年に引き続き、テレビ長崎と鹿児島テレビ、今年はさらに、佐賀テレビで、同時ネットで放送された。また、同日18時から、 フジテレビ1で録画放送された。主な内容は以下の通り。ゴリーパラ見文録ハッピーニューイヤー制放送 SP2021-2021 年1月1日に放送。テレビ長崎と鹿児島テレビで同時ネットで放送された。また、同日18時からフジテレビ1で録画放送された。主な内容は以下の通り。 2014ハッピーニューイヤー性放送 SP にてインストジャズロックバンドのカルメラが番組テーマ曲と音楽プロデュースを担当することが発表され2014年1月17日放送分から使用されているきっかけは矢野の好きなアーティストだったことでありそれを聞いたプロデューサーが直接オファーしカルメラ側が了承実現となった発表後に 西崎豪子伝説など一部メンバーがテレビ電話にて出演しオファーを承諾した理由の一つに福岡でのライブ時に当番組を見ていたことと明かしている。テーマ曲にはロックンロールキャバレーに歌詞をつけ矢野が歌う特別バージョンが完成次第使用される予定と発表されていたが2014年いっぱいでカルメラの音楽プロデュースが終了したことにより テーマ曲として放送されることはなかった。フジテレビ1の番組、ローカルサンデーご当地の人気番組を見てみようで、当番組が計3回特集された。特集されたのは、どうでしょうへの道という、FNS 系列28曲制作のレギュラー番組を紹介し、好評であれば、CS でレギュラー放送することで、水曜どうでしょうに代表される。 地方局発の人気番組を生み出すことを目標にしたコーナーである。3回目の特集時には2013年11月からの CS でのレギュラー放送が発表された。2012年1月号から2014年8.9月号まで九州、山口の旅行雑誌、外とボンでゴリパラ県聞録の放送内容をもとにした連載を行っていた。 これは本番組のファンである、外と本の編集者が、斎藤の、旅本くらい出せるよな、誰に言えば出せるのと発言した回を見て、番組宛にメールで直接オファーしたことで実現した、ものである。この件は言い出しっぺである斎藤のみが、文栄出版社を訪れ、ゴリンやゴールデン会のナレーションをしたやのにも、放送時まで秘密にされていた。 2014年5月25日発売のボリューム1を皮切りに年1から2回のペースで DVD を発売している。著作権の関係で OP、BGM のカット、変更が施されている。2014年4月5日から5月10日まで毎週土曜12時から約2年前の第3期から以下の回が放送された。オープニングには3人による DVD 宣伝コメントを付加して放送された。2014年4月29日14時15時に日本放送で放送。福岡での放送はなかったが、後述の DVD 発売直前特番でスタジオ収録の模様が一部放送された。DVD の首都圏での PR を兼ねた特別番組であり、3人が東京で仲良くしていた。 堀内健太わざわざスケジュールを調整してゲスト出演している。2014年5月17日12時12時54分に放送。3人が東京に赴き、所属事務所の先輩、後輩に DVD を売り込む姿に密着した特別番組。エンディングには DVD 発売当日に開催される番組イベントの告知も行われた。 出演タレント2014年11月29日から12月27日まで毎週土曜12時30分から以下の回が放送された。オープニングには3人による DVD 宣伝コメントを付加して放送された。2016年2月14日21日の深夜0時50分1時50分に 前後半まとめられた1時間スペシャルで放送された2018年1月1日の元日特番でキッズから募集したフレーズをもとに作成した歌詞に音楽プロデューサー今井良介が曲をつけたもの。2018年3月4日のゴリーパラフェスティバル2018福岡サンパレスでの初披露から約1年を経て音源化。 発売はすべてエベックストラックス2012年から年に1回番組主催でトークライブが行われている。また2013年のテレニシナツ祭りでの番組ブース出展以降 TNC 主催のイベントや DVD 発売のタイミングでゴリパラ県文録関連のイベントが多く開催されるようになった。本校ではゴリ県 パラシュート部隊が共に参加したイベントと区別するため、3人がゴリーパラ見聞録の出演者として参加したイベント番組中に告知の行われたイベントのみを抜粋。2012年2月17日番組初のトークライブとゴリーパラと過ごす素敵な飲み会の2部構成で行われたイベント。また、この時インタビューを行い、 第3期最後の旅のミッションを決定した。2013年7月27日7月28日 TNC のイベントテレビ西日本開局55周年記念みんな笑顔2 0 1 3ゴー！Go! Go! テレニッシュ夏祭りに番組ブースを出展。初の番組グッズの販売と全国旅のお土産抽選会を行った。番組グッズの販売は1本の席で 斉藤が提案したものであり、ゴリパラフェスと命名。番組予算でグッズを制作。1日目でタオル以外すべて完売した。また、この時インタビューを行い旅のミッションを決定。その足で旅に出発した2013年8月18日、当番組での旅が、テレ西の種から数えて100回を迎えるのを記念して行われたトークライブ。 二回公演のチケット100枚は即完売した。この時インタビューを行い100旅目の旅のミッションを決定した。2013年11月17日、マリンメッセ福岡で行われた福岡キャンピングカーアウトドアショー2013内のステージイベントとして行われたトークライブ。二公演目は急遽イベントの出店ブースから商品が集まり、 プレゼント大会が行われた。2014年3月30日、天神中央公園で行われた、テレ西春の大感謝祭全国、馬鴨、無な内のステージイベントとして行われた、トークライブ。前回のトークライブ同様、プレゼント大会も行われた。2014年5月25日、DVD ボリューム1の発売日にベイサイドプレイス、博多不登で行われた。 発売記念イベント。会場では、ステージイベントの他に、番組の新グッズの販売や来場者全員に、番組特製のトレーディングカードを配布した。2014年8月3日、TNC のイベント、テレニシ祭り2014子供の笑顔に会いに行く、内で行われた、ゴリパラ県文録のステージイベント。番組イベント後、同ステージでライブを行うカルメラと、 ロックンロールキャバレーを披露。前回の大感謝祭同様グッズ販売も行った。また、この時インタビューを行い旅のミッションを決定した。2014年11月16日、マリンメッセ福岡で行われた、福岡キャンピングカーアウトドアショー2014で3人が、ステージ MC として登場。当日は急遽ゴリケン。 パラシュート部隊の3人への大質問大会が行われた。2015年1月10日、ゼップ福岡で開催された DVD ボリューム、通発売記念イベント。前述の緊急性放送内で開催を発表、同時に3人にも知らされていなかった開催場所も発表された。2015年8月2日、TNC のイベント、TNC 夏祭り2015子供は、 未来内で行われた、ゴリーパラ県文録のステージイベント。番組名物の納豆、UFO でどれだけ高い、ジョバジョバ音を出せるかを一般参加者と出演者が競う、もの。2016年3月21日、以前から目標としていた、福岡サンパレスでの初のイベント。ヤノペペの結婚を記念し、披露宴形式で開催。また、品切れとなっていたグッズを復刻。 2016年7月23日、TNC のイベント、みんなの8チャンネル大感謝祭内で行われた、ステージイベント。ルールは前年と同一だが、今回は、納豆、UFO 持ち込めの一品が加算となった。2018年1月21日、ZEP 東京で開催された DVD ボリューム7、発売記念イベント。 当初17時公演のみの募集であったが、13時公演が追加された。当日サプライズにて、オリジナルソング、一根温度が披露された。これは、GK ネットワークにより、ゴリケンが、ボンボフジ井に作曲を依頼したものである。なお同日、TNC、鈴木勝明社長より、番組出演者及び、スタッフ一同に対し社長賞が授与された。 2018年3月4日、福岡サンパレスで開催された DVD ボリューム7、発売記念イベント。新テーマ曲、オンザロードが披露された。これは、キッズから寄せられたフレーズを元にした歌詞に、今井良介に作曲を依頼して制作されたものである。2019年8月23日、夏のお台場恒例イベント、ようこそ。湾岸夏祭りザお台場2019に、 ゴリーパラ見聞録として出演。イベント内ではトークやオンザロードの披露の他にロケの時に使用する阿弥陀くじで好きなフレーズを一つ選んで披露するコーナーもあった。また、このイベントはロケとして東京に出向いており第236回目の放送でその一部を見ることができる。ありがとうございます。